はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、またこちらのグッチ紹介したいんですけど、もうゲストというかね、反レギュラーみたいな感じですけど、またボスの購入品ということで、今日もよろしくお願いします。お願いします。これはアウトレットじゃないんだよね。それは銀座で買いました。ああ、直営店でね、うん、ああ、なるほど。買いすぎじゃないこの間から。やばいよね。二、人でアウトレット行き出してから。まあ、あの頃からペースがおかしいじゃん。そうだね。やりすぎでしょ。こんなチャンネル重いな、準レギュラーいねえよ。まあ、そうだね。ほぼスポンサーだけどね。ちなみに、まあ、この、フォトフレームね。もうボスにいただいて、かつ、前から見ていただいてる方気がついたかもしれないんですけど、引っ越したわけじゃないんですよね。またボスに協力いただいて、ちょっとね、リニューアルオープンしました。そうそう、本日よりまたリニューアルオープンということで、ちょっと明るい感じでお届けできてるかなと思うんです。いやいやいや、グッチそんなにある？欲しいの。まあ、行けばあるのか。そうなのよ。で、意外とね、まあ、見てもらえればわかるんですけど、うん、多分僕らの年代、まあ、ね、そうですね、今から20年ぐらい前、シルバーアクセサリーブームを知ってる方だったら、今のグッチのデザイン結構好きなんじゃないかなと思って買ってみました。あ、なるほど。買ってみましたね。まあ、つけれるしね。デブも好きだったしね。今まで全然ね、それこそハイブランドのってあんまり正直好きじゃなかったんですけど。そうだよね。この間ね、うん、たまたま御殿場の方でアウトレットでさ、出物見つけて、はい、そっからまたね、スイッチ、さらにね。ということで、今回は、アウトレット品ではなくって、直営店で、今期のものとして販売しているものを今からちょっとアクセサリーご紹介したいと思います。はい。ということで、中は、三つ。持てねえし。ジャグリングしてみましょう。三つ入ってました。ということで、またいいの？開封してて。早く開封してくれないと僕使えないんで。じゃあ、ちょっと、どれも同じ箱なので、ちょっとこの端っこからいきたいと思います。ワクワクだね。どれから何が当たるかな。いや、本当に。ああ、なるほど。かわいいな、なんか。こんな形でね、入ってます。へぇー。たったのに、へぇーって言っちゃった。ネックですね。映りますかね。チェーンも、映ればいいんだけど、チェーンも、ちょっと柄が入ってる感じですね。これシルバーなんだよね。そう。これはね。もちろん。鉄くず買いませんので。ああ、でもさ、本当はグッチさ、意外と鉄くずも可愛いのあるじゃん。前回もちょっと話したけど、そうそう、ね、デザインがね。そう、デザイン性だけで言うと、正直そっちの方が、やっぱ凝ったもの。インパクトのね。インパクトの強いものが正直多いとは思うんですけど、まあ日頃使いもできて、多分僕らの年代というか、まあさっきも言ったように、シルバーアクセサリーブームだった頃を知ってる方には、うん、まあとても馴染みの深いデザイン性というか、そうだね。シンプルだもんね、基本的にはね。そう。で、彫りもね、造形も意外と細かいところとかちゃんと彫ってあるので。長さもあんま長くないんだね、そうだね。それはちょっと短めです。一応メンズなんですけど。なんか適度のごつさと。そうそうそう。ちょっと付けさせてもらってもいい？せっかくだから。どんな感じになるかね。うん、ちょっとじゃあ、これは付けさせていただいて。こんな感じで映ってます？首の跡。長さもそんな長くないけど。まあ、多分使いやすいよね、これだったら。うん、そうだね。僕は割と最近その、うん、やっぱりちょっと年を重ねてからはそれぐらいの長さが好きなので。うん、なるほど。確かにこうチェーンに彫りが入ってるから結構チェーン自体のインパクトも出る。そう、そうだね。確かに。すいません。いいえ。持ち主より先にしちゃったけど。全然ちなみに、いくらこれ？これね、税込み47,000円で。ああ、じゃあそんなにしないな。そうそう、だからシルバーアクセとして考えて、うん、まあ最後にね、ちょっとお伝えできればなとは思ったんですけど、うん、やっぱりコスパがいい。そうね、僕の中では。ああ、確かに確かに。すげえなんか、不思議な気分、自分で買ってねえなんて、最近新品やたらあげてるけどさ。これも同じですね。中は、こんな形で入ってます。おお。あ、同じね。そうそう。デザインは全部統一です。同じデザインのものなんですけど、
サイドとか、かなり彫りも凝ってます。全体的に。非常に。一応はめてみてもいい？どうぞ。多分僕の指なんでかなり太いですけど。ああ、そうだね。サイズ的にはあれだけど。まあでも、かわいいかも。さっきのね、ネックレスとお揃いにするには。うん、まあ、リム自身がね、選ぶタイプのデザインではないけど、さっき言ったように、ちょっと大人の方がね、うん、シンプルすぎなくって。そうですね。だから割と大人になってくると、うん、なんていうのかな。服自体にそのアクセントを求めるっていうよりは、そういうワンポイントで ね、そうそう、いやらしすぎないかなっていう感じがしたので。うん、大人になっても思いっきりね、アクセントを。そうそう、そう。いいんですよ。似合う方がね、僕がね、それを着ると、間違いなく知ってる方はわかると思うんですけど、違う筋の人に見えるんで、あのコメントでもね、よくいただくんですけど。ちなみにこれは？それも同じ、47,000円。税込み？税込み。今ならなんと。ああ、今ならなんとね。うん、確かに。まあ、現実的な値段だと思う。うん。そう、今シルバーのアクセサリーとかも、やっぱいろんなブランド値上がってるし、そういうの考えても、ね、そのブランド名がバッチリついて、うん、5万円切ってるっていうのは、ね、うん、そうだね。主張もしすぎてないけど、ね、まあちゃんとブランドもアイデンティティもあってっていう。確かに確かに。かわいい。じゃあ最後。はい、でもネックレスも買って指輪も買ってるじゃん。この最後の一個何なのって話だけどね。っていうか、僕はそれが本命で買いに行ったんですよ。そっちの実は手前。これ当たり？それが本当なんですよ。手前二つは買う予定がなかったんですよ。あ、これもでも。まあそうだね、箱もお揃いだから。うん、大きさはほぼ同じ。中は同じだね。うわ、あざます。ふざけんなよ。あざます。ダメ。え、これ同じシリーズなの？そう、一応ね、ただ。ああ、そうか、彫りの感じが。ネーミングに言う、で言うと、さっきまでのがインターロッキング G ってやつなんですけど、これは一応ただのダブル G にはなるんですけど。ああ、なるほど。彫りのデザインとしては一緒です。そうだね。はい、合わせたんで。かわいいな、これ。わかります？こんな横までバッチリ。その上のリングもね、すごいしっかり彫りが、裏表、入ってて。いや、これかわいいな。いいね、これ。それいいでしょ？まあ、買ったきっかけこのチャンネルなんですけどね。キーリング特集とかふざけたことやるから。あざます。見ていただいて。じゃあ、グッズの売りにも貢献してるね。いや、かわいい、これ。でしょ？うん。そうそう。僕ね、車の鍵なんですけど、割とシンプルにキーホルダーしか使ってなかったんで、うんうん、ちょっとたまにはこういうのもいいかなと思って、それこそね、チャンネル見させていただいて、まあ、一視聴者目線として、ね、ちょっと感化されてみました。ありがとうございます。でもこれもシルバーだもんね、リングまで含めてね。そうです。いや、これ長く使えそうでいいね。うん、ただあれだね、まあ、あんま気にしないか。うん。あんまりジャージャーつけるとさ、そう、あの、ね、すれいいじゃんけどね。そうそう、なんか車のキーとかだけね、そうそうそう、飾りとかじゃいいかもね、これね。だからまあ、今ついてるキーホルダーにあえてつけようかな。ああ、なるほど、なるほど。いいね、これかわいい。え、これよ、ちなみに？それも同じ、今ならなんと47,000円。うわ、47,000円均一じゃん、今回。今ならなんと。今なら。マジ。はい。まあ、言うと、この47,000円が一般的には一番高く感じるかもね。ね、いわゆるキーリングに対して47,000円。コスパ的に考えると。そう、だけどね、いや、なかなか。で、今回もね、全部お揃いになってるシリーズで。そう。三つね。最近なんか、そうそう、あんまりアクセサリーのコーナー、そのグッチをも含めてあんまり見てなかったし、いや、特にこのキーリングなんかは非常に新鮮に感じたというか、実は何年前かな。二十数年前になると思うんですけど、うん、グッチも着てたことがあって、へー、その時に、キーリング実は持ってたの。あ、そうなんだ。やっぱね、昔から斬新なのよ。その持ってたキー、もちろん今はないんだけど、はいはいはい、シルバーで、それも、無垢でね。サイコロ二つがくっついたデザインで、あ、知ってるかもしれない、ね。開けると、本物のサイコロ入ってんの。それすごい気に入ってたんだけど、そうそう、手放しちゃって、そうそう、そういう、昔から、その意外とグッチ、そういう小物も、うん、その気の利いたデザインのね、面白いものとかやってるから、はい、まあもしね、グッチが好き嫌い、
問わず、うん、そのアクセサリーとしてね、ちょっと見ていただいてもいいかもしれないです。そうですね。はい、このシリーズ以外にももう少しシンプルなものから、うんうん、まあ凝ったものまで、うん、結構選択肢の幅、まあもうちょっとインディアンジュエリーに近いようなことが展開されてましたし。なるほどね。ぜひ、そんなことでね、ちょっとグッチの、店頭もね。まあ、今ね、まだまだこんな時期で、なかなか出かけにくいとは思うんですけど、お近くにね、そういうグッチブティックとかある方は、ちょっと足運んでいただいて、見ていただいてもいいんじゃないかなと思いました。はい。今回もね、ちょっとまたボスに持ってきていただいて、ありがとうございました。はい、いや、またね、ぜひ。まあ、こういったね、ハイブランドはね、もう、ボスに任せていただいて。そろそろ僕もいろいろな関係各所に怒られそうなので、控えめにはさせていただきたいなとは思ってはいます。でもね、チャンネルの中では、もちろんそうですね。で、これからのね、シーズン、春夏、特に、やっぱり薄着になりってくると、うんうんうん、こういうアクセサリーなんかでね、おのおの皆さんの色なんかを出していただけるには、ちょうどいいアイテムなんじゃないかなとは思いますので、ね。はい。ということで、最後までね、ご覧いただき、ありがとうございました。ぜひね、また、チャンネル登録いただけそうな方、ぜひ、チャンネルご登録いただいて、まあ、こういうね、ハイブランド系なんかも取り上げさせていただきますので、またご覧いただけたらなと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。